ボニー・ M ボニー・ M は、ドイツ出身のディスコバンドである。1970年代、80年代に活動した。ドイツのミュージシャン、フランク・ファリアンが当初自身の編名としてプロデュースし、メンバーを集めた上、男性パートのボーカルも担当した。ドイツのバンドではあるがメンバーはすべて海外から、呼び集め、歌詞も英語だった。デビュー曲にして、ドイツで1位、イギリスでもトップ10に入った。 ダディクール、イギリスデニーとなった海ーラス・プーチンが代表曲であり、他の代表曲にサニー、バビロンの川などがある。ドイツのみならず、世界各国でヒットを飛ばし、ベストアルバム、マジック・オブ・ボニー・エムはミリオンヒットを記録。海ーラス・プーチンは、同じくドイツのディスコバンドジンギスカンがデビューするきっかけとなったことで知られる。日本でも70年代末のディスコブームに乗って、 回想ラスプーチンが大ヒットした。同曲は2007年に桜塚やっくんが日本語でカバーした。ありがとうございます。